はい、ヤキゲームズです。セシリアの苗床秘境の開放方法を解説したいと思います。隠しアチーブメントも取ることができます。まず現地に向かいます。放浪寮の北にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら左を向いて南西方向に向かって進んでいくと、右側に階段がありますので、そこを登って進んでいきます。上の段に上がるとセシリアの苗床秘境に到着しますが、ギミックになっていますので、まずは全体が見えるところに立って説明をします。4体の洗礼を台座に導けばいいのですが、元素四角を使うと線が出て大体の洗礼の位置がわかります。秘境の近くに洗礼が3体と見えていないところに1体いますので、全て誘導していきます。早速やっていきますが、台座の近くの洗礼のところに積み石がありますので、ノエルなど両手剣攻撃で壊します。そうすると洗礼が台座に収まります。次は台座の北方向にいるヒルチャールのところに洗礼がいますので、近づいて動かしていきます。ここのヒルチャールは倒さなくても大丈夫ですが、鬱陶しかったら倒しちゃってください。しばらく追いかけていき、洗礼が台座に収まったら、次は風の障壁の中にいる洗礼のところに向かっていきます。風の障壁は上からしか入れませんので、近くにある壁を登っていきます。壁の上まで上がったら、さらに高いところまで登っていきます。一番上まで来たら風の障壁の中に上から入っていきます。中に入ったら風主人公など風キャラに切り替えて、風元素攻撃を元素石碑に当てて起動すると、風の障壁が消えて洗礼が動き出しますので、追いかけていきます。洗礼が台座に収まったら、次は地面に埋まっている秘境の入り口に向かっていきます。秘境のところで右を向いて北方向に向かって進んでいくと、電気水晶の右に壊せる岩がありますので、両手剣攻撃などを使って壊すと洗礼が出てきます。洗礼に近づくと動き出しますので、追いかけてあげてください。洗礼は途中で動きが止まることがありますので、動きが止まったら近づいて動かしてあげてください。4体の洗礼が台座に収まると、元素石碑の封印が解除されますので、近づいて風元素攻撃を当てていきます。元素石碑を起動すると秘境が解放されるムービーが入ります。達成表示は出ていませんが、秘境を解放するとセシリアの苗床という隠しアチーメントを達成できます。ここの秘境ではモンドの武器の強化素材を入手できますので、よく来ることになると思います。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。ライブ配信、TikTok、Twitch、X、ブログ、ホヨラボも見ていただけると嬉しいです。